こんにちは、ヨネチャンネル北海道です。6月に入り、新緑が気持ちいい頃となりました。今回の動画では、北海道札幌市の東区と北区を車で走行した時に見える緑を中心とした日常風景をお伝えしたいと思います。パープルロードを北の方に北上しまして、こちらはサトランドの横の方です。天気もよく、青空と緑が気持ちいいです。ここはモエレ山、山の頂上に登ってる人たちも見えます。丘珠工業団地、ここはこの季節、左右の街路樹の葉がかなり生い茂り、一部緑のトンネルのような道になります。左側は市の雪捨て場、土が混じり黒く見えますが、まだ雪が残っていますね。篠野にやってきました。左側の方には五の辺の森という、野鳥がね結構いる森もあります。篠野通りのこの付近は秋の紅葉の時も非常に綺麗です。左手は百合ヶ原公園、園内は広くゆっくり散歩したり、園芸のものを買ったり、あと庭園を見て歩いたりもできます。左手前方に見えるのは太平東8丁目に昨年できたマクドナルド。土日は驚くほどに混んでいます。最後は国道231号線石狩街道、この道はかなり直線道路になっており、非常に見通しがいい道路になってます。左側のポプラ並木もとても綺麗です。本日6月5日からはよさこいソーラン祭りが行われ、6月中旬には札幌祭りと、暑い北海道の夏が始まります。北海道の夏は基本短いので、目いっぱい楽しんでいきましょう。今回は緑が色濃くなった札幌の日常風景でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。